Good evening, ladies and gentlemen. Crazy!
休みがないぐらいずっと映画の現場に入らせてもらっていて、もちろんいろんな映画があって、すごいかっこいい男の子っぽい女の子やらせてもらったり、ちょっとコミカルなものやったり、春金賞みたいな深い役をやらせてもらったり、本当いろんな役をやらせてもらっているので、すごい充実してます。やっぱ今まで私一人ではできなかったことをみんなで表現していくっていうことの楽しさがすごく自分が実感しているので、めちゃめちゃこのバンドかっこいいなって思ってもらえたし、自分たちがそう感じながらやっていきたいので、すごい楽しいです。そうですね、本当に、今お芝居いっぱいやらせてもらっていて、自分の軸は本当に役者なので、もっとお芝居を追求していきたいし、音楽的にやっていきたいし、で音楽に関してはソニックメガホンっていうバンドを組んで、これからもっともっと楽しいこと面白いことやっていきたいと思ってるので、ってなるとちょっとグラビアのペースが、ペースを落としてやっていくことになるかもしれないんですけど、まあ、お芝居をもっと本格的にやっていきたいなと思ってます。いやでもこうやってお芝居をやらせてもらっていて、映画の舞台挨拶だったりとか、もちろんスクリーンを通して私の芝居を通して、いろんな役を演じてる私を見てもらって、会うっていう形がちょっと変わるかもしれないんですけど、そういう機会はもっともっと増やしていきたいと思ってるし、音楽活動の方はやっていくので、そういう ところで一緒に楽しめたりしたいなと思うので、みんなにはもっともっとたくさん見てもらえるようにしたいなと思ってます、ね、いや別に24が好きだから24ってつけたわけじゃなくて、まあ私今24歳で、まあ、今の自分の集大成をこう作れればいいかなと思って、まあ今回24パターンの衣装を着て24パターンの私を見てもらいたくてやったんで、まあ衣装とかいっぱいあってすごい大変だったんですけど、まあ今の長澤奈緒っていうものがいっぱい詰まってて、全部見てもらえれば感じてもらえるんじゃないのかなと思って、そういう風に付けました。今回の DVD どうでしたか？これから私はもっといろんなことに挑戦して、もっと皆さんにたくさん見てもらえる機会を作れるように頑張ります。楽しみにしていてください。それではまた会う日まで、さよなら。
すいません。はい。奈良さん。はい。到着されましたよね。到着しました、沖縄に。僕ら来てからもう1週間ぐらいになりますけども、はい、1回も雨降んなかったんだ。え、だから、監督。勘弁してください。雨が降るんだよ。ナオがいると。そうなんですか。そうなんですか。さあ頑張って晴れて。はあ。はあ。やめてください。おはようございます。おはようございます。こちら、これ。素晴らしい、今日は快晴で。今日一日順調に撮影が行われるなという感じがしてたまらないんですけど、いかがですか監督。抜けの海と空の区別が あえて一体化させておきました。青で分かんないんじゃなくて、なんかですけど、単純になんかグレーっぽい感じ、うん、ガスってガスなのか雲なのかって。これあの演出です。あ、あの狙いですか。はい、あの呼んできましたから。あれ俺青が良かったんだけどな。青、あ、そっちの発注か。青で芝生の緑で、はい、さらに青。あー、ちょっと本当工藤さんしっかりしてそういう発注。おかしい。ちょっとなんか逆にその水着が入るように後ろはちょっと暗めでっていう。あー、私を撮れと。そう、美術さんにそう風景撮りきてんじゃねえぞ。そう、でも風景は関係ないかな。なるほどなるほどなるほど。うん、感じがして。だったら大丈夫です。狙い通りですよね。大丈夫です。だったら大丈夫です。大丈夫だと思います。はい、今日一日こんな感じでよろしくお願いします。沖縄晴れマークさせて。あの衛星からは晴れてるに見えてるんだけど、僕らからは曇ってるに見えてるってことないですか。大丈夫ですか。私大丈夫ですね。なんかある意味で衛星よりもやっぱ人間の目の方が正確だってことをこう身をもって感じるというか学べたっていう。なるほど、すごい。だからこれ雨の音してきません。大丈夫ですね。違いましたね。わかんない。でも来てもおかしくない空は。そうですね、はい、ちょっとドキドキしちゃうんで。ごめん、部屋行こうかなみたいな。え、部屋で撮ります。これちょっと雨が止まないんで。あ、すみません、はいはい、なんで中澤さんっていつも雨降るんですか。雨女だから。雨女だから。雨すごいですね。あ、晴れてきた。はい、じゃあ行きます。お願いします。だが俺もやるよ。あれ、ラグマさんそういうのも今回はやらないって言ってた。そうなんですよ。もう俺前ので懲りて、いや絶対やんないと思った。グレードアップしてるんですけど。いや、ちょっと。あー、面白い。よろしくお願いします。パドルでカヌーを操作していくので、はい、まず持ち方ですね、はい、肩幅程度に手を広げていただいて、すごい疲れました。お疲れ様です。実はすごい疲れました。実は何回も激突して、はい、助けてもらいました。中森さんに助けてもらいました。引っ張ってもらったりしてた。結構疲れますね、やっぱり。そうですね、最初風上に向かって漕いでた、うん、でやっぱ見て分かるように2人で乗る人が多いんで、1人って結構やっぱ大変ですよね。体験ものが多いんですけど、それの中でも割と、あ、本当に疲れるなって思った体験でした。でもね、やっぱね、マングローブは綺麗だし、やっぱなかなか見れないものだし、やっぱ囲まれるってすごい、あのやっぱそういう場所に行かないとできないから気持ちは良かったです。で、ね、こう通り過ぎる人たちとこんにちはなんて挨拶して、なんかいいですよね。す登山みたいな感じで。そう、でも楽しかったですよ。すごいなんかね、二の腕が細くなった気がする。パーカー星人。パーカー星人。気持ち悪い。かなり気持ち悪い。いそうだもん、そういう生き物。どうもこんにちは。
っていうか、本当いつまでやってんだよ。あんた、いつまでやってんだよ。さあ、いよいよラストカットです。やっぱり最後は私の愛車で、愛車と一緒に撮影をします。ご覧ください、私のポルシェ。俺のポルシェ。何回も言ってたのに、リアクションがうんみたいな。意味が分からないわ。しかも最初の一言、ちびっこが手振ってるよ。あ、なんか手振ってる。いや、多分それがそのリアクションなのかなって思いました。冷静な人間っていっぱい DVD やってね、これでまあ夢を叶えてあげよう。セブンの時の真夏のオーブが、はい、ないけども、はい、それでじゃあそのポルシェ乗りたいって言ったからね、ポルシェが乗りたいって言ったから、それでポルシェを片道1時間半でかかったことですもん。これあざますあざます。当然運転しますよね。え、やだ、絶対やだ。私も運転したくてしたくてしょうがない。この日のためにやってきた私。大丈夫かな。あ、すごい気持ちよかったですよ。最初怖かったですけど快適にできました。かっこいいですね、やっぱりこういう車は。初めてスポーツカーに乗ったんですごい楽しかった。はい、 OK です。はーい、あ、以上で長澤先輩 DVD はい全て終了でございます。お疲れ様でした。で那覇でご飯食べて帰れます。やったー、帰るぞー東京。すごい、なんか怒涛の2日間でしたね。皆さん素晴らしい、無事24着着終わりましたね。普通の DVD の2本半分ぐらい撮りましたね、短期間でね。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ無事終わったってことで、私ポルシェで東京まで帰ります。それじゃあさよなら。皆さんお疲れ様でした。東京でお疲れ様でした。分かる道、あ、何言ってたか大丈夫、大丈夫、東京まで分かる、東京まあ簡単だけど、あのその先左曲がって、うん、右曲がると、うん、東京、東京ね、うん、その車が動くと後ろに自転車があるとかそういうネタはないよ。なんかあったね、そういうの。そんなことされる前に帰ろう。お疲れ様です。だからあの先左曲がって右曲がったら東京だ。東京ね、うん、うん、そう、うん、たぶん道広いから分かる。本当、うん、東京からのうちまでの帰り道とかそこは大丈夫？だって自分ちは帰るでしょ、さすがに。タバコ屋の角左。あ、そう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 、タバコ屋とローソンがあるから、うん、それ右曲がればなおちゃんですよ。OK、分かった。はい、お疲れ様でーす。気をつけてね、バイバイ。疲れー。やめ、ちょっとやめて、行き止まりなんだから。そのこんな高級車、あんただってみんなだって何も、いやびっくりだから。もうお疲れ様です。今のまでが撮影だったの、うん、そうすいません、気づきませんでした。